正直さ、まあ、ヤクルト入ったら何位で入ったっけ？2位です。2位で入ったでしょ、はい、2位で入ったんだ。まあ、正直だよ、俺ヤクルトってすごいと思うのは、青木も、はい、まあ、もともとは深夜だからね、はい、もうバッティングゲージを出ない、古田さんもそうやって聞いてたわけ。バッティングレシーバッティングゲージ出ないって言われることは出ないわけないんだけど、はい、まあホームランもちろん、まあ、それぐらいね、そういうイメージのもバカにしたんじゃないけど、はい、そのレベルだよみたいな言い方するじゃん、プロって、はい、で俺がヤクルトもうトレード出なくてしょうがなかった、はい、時古田さんってキャッチャーがまだ、はいはい、ゲージを出ない、ヤクルトチャンスだなんて言われてたの、はい、とか2000ボートじゃん、はい、で深夜もゲージを出ないって聞いてたの。じゃぶっちゃけ青木もゲージを出ないって言ってたの、うん、守備で俺若松さんにも聞いたことあって、青木ってバッティング練習今見たけどあれ一軍のレベルじゃないし、まあ、まず守備がいいんだと、うん、守備で使えるのセンターラインだから、あの子は絶対あの活躍するよ、打つ、うん、打つよっていうもの持ってんだっていう、うん、だから外国人も伸ばすじゃん、いや守備のうまいことってバッティング伸ばすっていうのを、そうですね、だって2000ボーツと思った入団した時さ、思わないですよ僕は。だって入った瞬間に僕は池山さんが FA 出るって聞いて入ったんですよ。いるじゃんみたいな。大スーパースターですよあの時、そうだ、ブンブン丸ミスターバックスクリーン。話違うよみたいな。だあの時でその池山さんのいたら荒井清さんとか高田とか同級生だったんですけど、この辺ならチャンスあるぞと思って入ってた。いるじゃないの、うん、だからそれがスタートなんで、うん、2000本なんてもうそんなのまずでどうやったらレギュラー取れるかなっていうところですよね、うんうん、で俺らが見てて思ったのは、まあ、古さんも深夜もしっかりこう右に打つっていう、うん、徹底どんだけ徹底するのっていうぐらいのあれ自分で気がついたの、いや、まあ、まあ、もうもちろんその自分でもあれですけど、やっぱり最初の野村さんが僕へ大きかった、うん、まあ、最初の4年間そうなんですけど、うん、やっぱりこうお前は8番やるから、うん、まず守っとけ、うん、そういう時どこだった、まずは入団した時野村さんでしょ、はい、レギュラー取ったっけ、取ってないよな、守備がダメです、セカンドに土橋さんいたいた、うん、でレフトに中さんだったんです、うん、新井さん、うん、で終盤になったら土橋さんがレフト行って、うん、中さん弱点になったんで、まあまあまあ全くその通りだよね。で僕がセカンド入るという、それで1軍にずっと残ってて、うん、でレギュラー取ったきっかけは池山さんが次の年開幕間に合わない怪我して、うん、でもワンカードぐらいで戻ってくるってあると思うんですよ、うん、ならワンカードに僕打ったんですよ、うん、で池山さん戻ってきたけどっていう時にセカンドがバカ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 怪我してらしたんですよ、うん、で僕セカンド回って最初出てて、うん、開幕10試合目ぐらいで僕も怪我して、うん、だから俺はもうその時骨折したんですよ、尺骨、尺骨、完全骨折、3ヶ月だわな、それが結局デッドボール、そうです、2回ぐらいに当たったんですけど、うん、7回ぐらいまで出たんですよ。いや、それはな、考えられないね、バッと振れないけど、こういうことができないんだからな、そうそうそう、でセーフティーも響くし、でまあセーフティー1回やったんですけど、で最後握力がなくなって、もう要するにここ逃したらレギュラー取れないと思うんですよね、でも最後握力なくなったからボール投げれないから、うん、ちょっと言って病院行ってこいって言ったら、ショック。慶応行ってそのまま。神宮だった。あ、いや、あの甲子園だった。あ、甲子園か。で、大阪のホテル、丸ビル戻って、うん、トレーナーと監督の、野村監督の部屋行って、で、完全骨折で、って言ったら、意外な言葉が、うん、お前根性あるやないか。うん。今トレーナーもあんなこと言わねえぞって。うん。治ったらチャンスあるから頑張っとけ。なるほど、なるほど。ほんなら治った頃にまた池山さん怪我したんですよ。ついてんなぁ。まあ、選手としては。はい。で、僕がショート入って、当時サードがミューレンだったんですけど、でミューレンを切って、池山さんがサード回ったんですよ。そっからです。はぁ。まあ、ついてましたよね。まあ、でもそれ、運なんだよ、その絶対。レギュラー取るとさ。だから最初、池山さん開幕間に合わないって言って、すっげえ喜んでて。正直な。はい、で自分怪我したから、うん、やっぱり人の服はあんま喜んじゃダメだなと思って、それもやっぱあんの、ね、せっかく運気が来てんのに、ね、人の服を喜んじゃダメなんですね。 1.5 倍とか2倍ぐらい悪いこと来んなあれ、やっぱりダメなんだよ、そうですね、そのやっぱ PL 思い出せてもなかなかな思い出せないしさ、そんなところで。でもヤクルトずっとヤクルトだったんじゃない、そうなんです、まあ FM だってだいぶあったな、やっぱヤクルト好きなの、いや1回出るのは考えました本当は、2回やろ、それはなんでか出ようかなって、自分を評価してもらいたいところ FA 取った人よく言うじゃん、どういう評価なのか聞きたいとか、そういうのが本当に出てくるの、うん、なんかまあそれもちょっと自分の中の変な反発心で、うん、まあまあ古田さん辞められて、うん、高さんになって、うん、でまあ
チームの転換期だから結構厳しくしたんです、和太鼓には、うんうんうん、でそういった中で、僕途中でサードにコンバートされるんですね、うんうん、まだちょっとショートできるなと思いながらも、うん、でもチームがそうやって言ったんだったらそうやって見えてんだからしょうがないと思って受け入れてサードに行ったんですよ、うん、ならそのオフに外人取るとサードで、うんうん、でこれはもう頭になってよかな、そりゃそうだわなって思ったんですけど、まあある人がそんなんで出てどうすんだと、うん、外人と勝負しろと、うん、で負けたらやめりゃいいだろう、うん、そうだなって単純なんだけど、でもまあすっきりするよな、はい、勝負しろとかいう言葉に、そうですそうです、だからそれでまあ出なかったんですけど、まあ、チラッとは考えましたけどね、ヤクルトって外から見たら本当家族みたいだけど他行ってないから分かんないだろうけど、そうです、ね、今こう外解説もやるじゃん、はい、外から見たら家族に見えないあのチーム、いやもうだからあの今の雰囲気なんかもうまさにヤクルトで押し切るぞみたいな時はグワッとなりますよね、うん、見ててそうじゃないですか、うん、でもあれがちょっとダメだなと思ったらバラバラバラ本当に兄弟喧嘩みたいな、ね、親子喧嘩みたいになるとかあるじゃん、はい、だからまあ本当にそのやりやすい環境ではあるし、うん、で僕の中ではちょっとそのなんていうんですかね、PL、うん、まあ同志社プリンス、うん、まあ、まあ同志社はあれでしたけど、まあ、勝たないとすげえ恥だっていうような思いをしながら野球やってると、うん、少しと足りなかったりする部分もあるので、うん、ただやっぱ古田さんが元気でやってる時って、うん、もう本当オンとオフがすごい上手にできるチームだったんで、うん、試合前までファミスタとかやってるんですよロッカーで、はい、そこに負けてたのか俺たちは、それがグラウンド行ったらバチッて言って、うん、古田さんなんかめっちゃ厳しかったですから、グラウンドじゃ厳しかった、まあ、これよく、まあ、古田さんにも話しますけど、うん、守備固めでセンターに出てきた選手が、うん、最後ボールを譲って、レフトに取って、試合終了だったんですけど、うん、ああ、勝ってよかったと思ってマウンドでハイタッチするじゃないですか。かそいつには、お前守備固めで出てきて、ボール譲ってどうすんだよなぁって、どうやってでもトレーニングだよって言って、若い子に。はぁ、あ、怒ってる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 みたいな。あの、最後集まってこうやってやってる時に、はい、あ、そんな人、はい、だからすごい、なんていうんですかね、執念とか、うん、どうしてもね、やっぱり頭いいんで、そっち側のイメージついてるんですけど、やっぱり僕が見ただけ中でも、やっぱり負けず嫌いはやっぱり古田さんですそうだ、あれ、新井さんがさ、野村監督にバチン頭引っ張られた時、深夜いたもん、僕いないです、いないです、まだ現役じゃないでしょ、はい、あの頃だから俺、現役やってたの、 あ、ね、あの頃はさ、俺デッドボール当たるじゃん、まあ、実際俺も尺骨折って3ヶ月ダメだったのは、ヤクルト戦高津なわけ、高津さんですね、うん、はい、で、ファースト行くじゃない、まあ、でこの骨折じゃないよ、はい、バーンって行くと広沢さんが茨城の先輩だから、デビューよって俺じゃねえぞって、返すなら古田に行けよって、俺じゃないだろはい、そうですけどね、はい、で、まあそのままピッチャーだけどバントかなんかセカンド行く、うん、池さんがデビュー、俺ちゃうで、俺に返したらあかんぞサイン出してへんぞ、俺は古田やぞみたいな、こう足場鳴らしながらあれ、やっぱこういう明るいキャラと真面目でやる人たちのこの派閥とか、かえって強いんだなみたいな、なあなあじゃなくて、ね、あれあったよな絶対、はい、古田派と、僕が入った時はまあちょっとあんまり喋ったみたいなことなんです、なっけよでもあのあだこうだとはないですけど、うん、そうそうだろう、あんまりこう例えばキャンプの時とかフォーメーションやったりとかすると、うん、もう端的に喋るぐらいです、タイミングとか、うん、そのメンツな、それ以上言葉必要ないよねっていう範囲でっていう感じでしたね。でも僕がもう入った時は強かったんで、強かったもん、95年なの、1年目、もう必ず優勝争いが、そうですね、ヤクルト巨人、うん、で、ともに阪神が来たりとか、そうですね、やっぱり僕が入る前のやっぱジャイアンツとヤクルトってすごかったですね、すごかったよ、ぶつけ合ったり、そうですね、だからこう僕は冷静に見ててですよ、ジャイアンツっていうのはやっぱりその伝統のある、うん、素晴らしいチーム、うん、でこっちは勢い乗って、うん、ガッと来てるチームっていうそのプライドのぶつかり合いみたいな、うん、確かに、だからやられたらやり返せみたいな、しかも中島さんと野村さんですもんね、で野村さんが意図的にやるからだから珍しく監督もね、ヤクルト戦いは負けないぞって言ってたもの、うん、ああやっぱり絶対野村監督にはどうやらも勝てっていう、うん、でもともとね中島監督ってイケイケの人だから、うん、そのいいかみんなじゃないもん、うん、
もう負けた時なんかプチ切れてるよみたいですね。野村監督切れないの、あの言ってるだけなんだ。はい、でまあ次の日の新聞見て、あこう思ってたなみたいな、やっぱこう思ってたなだから結構やっぱ直接怒られてる方がいいですね、うん、結構新聞通してもあったんで、うん、あるよな。主力の人はもう特にそうだったんですね、うん、慣れないもんなあれ、うん、高いこっち地味と思ったもん正直そうですよ。さっき歩いてた野村さんとか言ってあるよ思うよな、あんなこと俺言われたらぶち切れてんだろうなみたいな、言え俺にってな。で、でもいろんなタイプの監督とやるとさ、自分が首脳陣になった時こういうこと言っちゃダメだってすごい思わなかった。そうですね、言われてやだったことは、すごい意識はしましたね、うん、であとはちょっとまだ性格わからないうちに、性格をわかるまでっていう時間もかけたくない時は、うん、これ言ったらどうやって反応するかなみたいなのとかはありました、ね、うん、厳しめにバッて言った時に、うん、あもうシュンと投げたらもうこの子はちょっとあんまりやらないんだなとか、うん、でもまあその中でもやっぱり村上はもう関係なく厳しくしましたけど、ね、なるほどな、はい、あれでもやっぱり熊本出身のさ九州男児みたいな、あのねやっぱ最近の子にないものはありますよね、うん、だからこう